カードマジックで選んだカードを当てるやつあるじゃないですか、はい、あれどういう風に当ててるかっていうと、実はカードのデザインが一枚一枚微妙に違うので、例えばこれスペードのクイーンだなとか、とかこれはスペードの5だなっていう感じで、こうカードの柄がね微妙に違うので、それを利用して実は当ててるんですね。今回特別にどうやってやってるかお見せしたいと思います、はい、じゃあストップをお願いします。はい、例えばマジック中にこのカードが選ばれたとするじゃないですか、はい、でこのカードも柄がもちろん違うんですけど、まあ、パッと見分かりにくいですよね。他と比較すると分かりやすいですね。あ、ほら1枚だけね、今のカードだけ柄が違うの分かります？分かんない。明らかに1枚だけ柄が違うカードが分かりますか？このカードだけ明らかに柄が違います。これがね、クリスマイルのカードですね。すごい。でこのスペードのジャックだけね、まあ、ちょっと青くなって分かりづらいのでこの中に置いておきます、はい、はい、そしたらもう一枚カードを使いたいと思いますので、ストップをお願いします。ストップ。はい、じゃあ今度はこちらのカードですね、はい、でこのカードも柄を変えます。いきます。この瞬間に今選んだカードだけ柄が変わりました。明らかに、あ、ほら1枚だけ柄が違うの分かります？いや、分かんないです。ほら1枚だけ、もうずっと見えてますね。柄が明らかに違う1枚だけのカードがあるんですけども、スペードのジャック、いえ、実はこれがですね、最後に選んでもらった、すごいマジ。どうもヒラムです。今回は種をばらしてるはずなのに余計に不思議に見えてしまう僕の大好きなトリックを紹介します。シカゴオープラとかレッドホットママっていうね、有名なマジックですね。簡単なのにめちゃくちゃ不思議なので、プロでも演じてる方はたくさんいます。僕もね、お金をいただいてた時はしょっちゅう披露してましたね。使うテクニックはほぼね2つだけなので、練習もそこまでしんどくないはずです。グッドボタンを押してね、後で見返せるようにしておいてください。1枚だけ色の違うカードを用意します。幅が一緒とかなら大体ね、どのカードでも大丈夫です。そしてこの色違いのカードと同じ数字とマークのカードを裏向きで一番下にセット、さらにこの色違いのカードをその下にセットします。カードを当てるマジックってどうなってるか知ってますか？実はデザインが微妙にそれぞれ違うので、何のカードがわかるんですよねっていう適当な話をして、カードを見せていきます。この見せていくときにね、この下の青いカードが見えないように、上の部分だけ見せるようにしてください。たまにね、あ、本当だ、微妙に違うって言ってくる人がいるのがすごい怖いですね。実演ではね、何のカードかっていうのを実際に 2,3 枚当ててるんですけれども、これはね、僕があらかじめ上のカードをピークっていうね、チラ見をして覚えておいただけですね。例えば簡単なやつだと、いろんなカードありますねって見せていくときに、まあ上のカード、ハートの10、クローバーの10みたいな感じで覚えておくだけですね。まあ、この当てる演出はね、やらなくても全然大丈夫です。まあ、全然できなくていいんですけど、僕のチラ見の方法はこれね、5シビルカットっていうね、フラリッシュをして戻すときに、この時にですね、上のカードをずらしてさりげなくね、こうやって見て覚えておくっていうものですね。では実際に今から選んでもらうカードで何が違うのかっていうのを教えますって言ってですね、カードを自由に選んでもらうんですけれども、この選んでもらうときにね、この色違いのカードが見えないようにして覚えてもらってください。まあ、方法は何でもいいんですが、おすすめの選ばせ方は、上から弾いてストップをかけてもらって、その分け目からね、この下のカードを覚えてもらうっていう方法ですね。そしてこの覚えてもらったカードはですね、取り出して一度ね、こんな感じで持ちます。でこのカード、他とデザインが違うんですが、より分かりやすくするためにって言って一番上に置いて、こんな感じで真ん中あたりにカットします。まあ、比較すると分かりやすいですって言って、このまま広げていきます。広げていくと、先ほどとはね、明らかに柄の違うカードがありますので、こんな感じで強調して他も全部見せます。でこの色違いのところで、上の束をですね、下に回して、選んだカードは何でしたかって言って、聞き手にこの色違いのカードだけ持ちます。聞いている時にですね、さりげなくこっちの手で親指で上のカードを少し横にずらして、戻す時にこの小指をね、少しだけ入れて、まあ、隙間ブレークを作っておきます。このブレークを作った段階で上のカードを戻します、まあ、つまりこの上のブレークから2枚のカードが浮いている状態ですね。この2枚から一緒にひっくり返すと、選んだカードがね、青くなったように見えます。これをね、ダブルリフトと言います。はい、選んだカードがですね、変化したことを示したら、今2枚めくりしているのでこういう状態ですね。これをまたずれないようにブレークを作って、2枚を1枚のようにひっくり返してテーブルの上に置きます。お客様は今選んだカードがここにあるように見えますが、実際はね、こっちにある状態です。そしてこの色違いと同じカードが今一番下にある状態ですね。またお客様にカードを選んでもらうんですが、このハートの2を強制的に選ばせます。これをフォースと言います。まずですね、一度カットして重ねるんですが、この重ねる時にダブルリフトの時と同じように、この小指を少しだけはみ出させておいて、その上に重ねます。そうするとこのブレークから上の部分が選ばせたいハートの2になっていますね。でこのブレークを作ったままカードを弾いてストップをかけてもらいます。
で、どこでストップをかけられようとも必ずこのブレークから上の部分を持ち上げて、そこの部分を覚えてもらいます。はい、なのでどこでストップをかけられようが必ずこのブレークから上の部分を分けられますので、このカードが強制的に選ばされるっていうものですね。ゆっくりやりすぎるとですね、ちゃんとストップかけたところから分けてないのがバレてしまいますので、テンポよく行うようにしましょう。そしたらこのハートの2だけを1枚取り出して、またこのカードだけ分かりやすい柄の違いを見せますと言って中に入れておまじないを書きます。で、広げますが、何も起きてないように見えますが、マジシャンははい1枚だけ変化起きたの分かりますかって言って何度もこんな感じで見せます。ここはね、少し時間をかけてもいいと思います。1枚だけ色違いのカード見えてるんですけど分かりますかって言った後に、そう1枚だけ色違いのカードと言ってテーブルの上のカードを示します。お客様はこれが最初に選んだカードだと思っていたはずなのに、2回目に選んだカードに変化したように見せて終了です。ダブルリフトとフォースだけ練習すれば必ずできるようになりますので、まずはですね、ぎこちなくてもいいので上2枚の下にですね、小指をしっかり挟んでブレーク、隙間を作って、この隙間からずれないように2枚を1枚のようにひっくり返すという練習をね、最初下手でもこんな感じで全然いいので、ひっくり返せるようになってみてください。で、練習すればですね、ある程度大胆なダブルリフトもできるようになりますので、まずは地道に練習してみてください。フォースはね、そこまで難しくないので、まずはですね、カットして真ん中あたりに重ねるときにブレークを作って、このブレークはね、できるだけ小さいように作ると前から見てもね、段差がないように見えます。この状態でしっかり維持したまま、そこからねフォースができるように何回もこんな感じで練習してみてください。グッドボタンを押しておけば見返しやすくなりますので、一緒に練習頑張りましょう。次のヤバいマジックに備えてチャンネル登録して楽しみに待っていてください。バイバイ。